Not a Hero。 ふわっと元気にコンタンス皆さんどうもだいです。今回はこちら、バイオハザードレジデントイビルで、これは多分追加コンテンツかな。 Not a Hero、 こちらがね、なぜかプレイできましたので、まあなんか元々ついてるのか知りませんけど、買った覚えはないんですかね。はい、こちらやっていこうかなと思っております。よろしくお願いします。早速やってみましょう。あ、ノーマルしかないんだね。ラーキングフィア作戦。国連管轄のバイオテロ部隊、バイオテロ対策部隊 BSAA に所属し、数々のテロを解決に導いてきたクリス・レッドフィールドを飛ばされました。はい。ファッキンカンパニー。準備はいいか。もう始めるぞ。あ。これ以上待てねえよ。俺たちにはやることがあんだ。画質が良すぎて。ルーカス。あ、その後の物語もしかして。彼は無事でしたか？ああ、イーサン・ウィンターズを保護した。彼はもう心配ない。ルーカス・ベイカーは彼がコネクションへの唯一の鍵です。次は奴を追う。お、アンブレラ。鉱山内部に入った。こちら本部、通信は良好です。鉱山内はルーカスがアジトに改造した模様。なお先行した隊員との連絡が途絶えています。消えたのは何人だ？3名です。交信が断たれたのはその先のラボ付近です。まずはそこを調べてください。了解。へえ。武器が見ていいですか？タクティカルナイフ、クリス専用。クリスか、クリス・レッドフィールドってこと？レッドフィールドだっつって、あ、クリス、ちょっと待って、クリスって誰だっけ。なんかあれだよな、クリスって結構でなんか昔から出てるような。確かアルバートのハンドガン、アルバートモデル。へえ。サムライエッジ、トールハンマー、ショットガン。へえ。連射は可能。え、強すぎでは。グレネード、回復アンプル。おお、なるほどね。ある程度回復。アンブレラのリネーを、ね、口回んなかった。アンブレラのラ行が、ラ行がうんちだな。アンブレラの理念。はい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 。これ読みたいな。ちょっと読んでみていい？ほい。本作戦から、はいはいはい。理念を修す。なるほどなるほど。アンブレラの罪の清算、つまり生物兵器の根絶である。なるほど。あ、これはあれなんだね。アンブレラって名前だけど、対アンブレラっていうか非アンブレラなんだね。そう、企業名にあえて呪われたアンブレラの名を冠したのもその食材の意思の表れである。なるほどね。そのまんまアンブレラにしたらさ、聞き栄えが悪すぎるんだわ。いいのか、ブリーフィング。はいはい、ルーカス・ベイカーの確保。なるほどなるほど。ムールデッド。作戦顧問としてクリス・レッドフィールドが参加する。おぉ。なるほどな。そうだよな。そういえばな、ルーカスは結局のところさ、結局ルーカスはあれなんですよ。あ、すごい、かっこいい。かっこいい。この持ち替えかっこいい。ルーカスは結局さ、なんだっけ、エブリンに操られたふりをしていて、結局エブリンに操られたわけではなかったんだよね。で、なんかよくわからないの、監視をしてたのかな、監視をしてたような感じがするっていう感じで。まあ、そうっすね、この、本編の後のストーリーが遊べるのは非常に嬉しい。とってもありがたいことですよ。ちょっとナイフで遊んでよ。おー、なるほどね。ショットガンを使ってみましょう。あ、
強い。ひるませた時は殴り飛ばすことができる。まだいるんだね。外した。結構な連射速度。うわ、びっくりした。まだたくさんいるんだな。アイアンサイト下手くそすぎ。下手くそすぎ。アイアンサイト下手くそすぎか。いた、出れた。おお、すごい。クリス強い。フィジカルが強い。ただただパンチできるのいいな。かっこいいわクリス。さすがクリス。E さんはね、殴り飛ばしはできなかったからね。これナイフで戦っていくんじゃないか。こんなところで何の研究をしてるんだ。まだ詳細は不明ですが、どうやら E 型特異菌の培養実験をしていたようです。行方不明の隊員が巻き込まれてないといいが。楽しい。武器持ち帰るの楽しい。今助けてやるぞ。やめろ、もう手遅れだ。二人でここから出るんだ。残念だね。なんだ。そうはいかねえよ。ふざけやがって。そいつはやめた方がいいな。くそ。まあそいつを無理に外してもいいが、おすすめはしねえぞ。俺の手が滑れば。ルーカス待て。ルーカス。おっと。いいか、よく聞けクリス。こっからさっさと引き上げれば、てめえの首が吹っ飛ぶこともねえ。それはお仲間の兵士どもも同じことだ。分かってる。とっとと消えな。くそ。空気中の胞子を探知。E 型菌のようです。やばい。マスクが自動で機密モードになりますので、酸素残量に注意してください。汚染領域を抜けたようです。一度戻って腕の爆弾を解除しては。時間がない。戻れば奴の思うツボだ。わかりました。気をつけてください。もうバチバチにあれじゃん。これは見たりはできる、できない。ていうかさ、ルーカスはもうバチバチに悪者なんだね。いやまあ悪者なのは分かってたけど。これは回復アンプル。酸素は残り 50%。 超えたか。あぶね、超えた。エアクリア。あ、こっち開くんだ。なるほどね。廃校開きますね。下、あ、下行けなくなってんだ。もう首ぶっ飛ばしちゃったな。えぐいことするな、マジで。禁止がやばい。禁止やばすぎ。酸素は残り 50%。 大丈夫かこれ。あ、行きそう。クリス、傍受した通信の解析結果が出ました。やはりルーカスはエブリンの監視データをコネクションに報告していたようです。悲劇を繰り返さないよう、必ず彼の確保を。ああ、取り込みたいんじゃないのか。そういうことか。もうこの話はしたはず。 BSAA は納得して俺を派遣したんだろう。だが俺はアンブレラの名を信用などできない。気持ちはわかりますが、聞いてください。確かにかつてのアンブレラに所属していたメンバーも多いですが、今残っているのは名前だけ。とにかく任務に集中してください。この話は戻ってからにしましょう。いい？ああ、分かった。なるほどね。分かった分かった分かった。完全に理解できた。ルーカスはまあコネクションっていうのがどこか分からんけど、まあ多分悪いアンブレラ。お、なんだなんだ。急にまあフリーズした。
悪のアンブレラとしましょう。で今クリスが在籍してるのがいいアンブレラ、全アンブレラ、善のアンブレラと悪のアンブレラがまああるとして、してね、あれだね、多分悪のアンブレラ、おーなんかやばいな、悪のアンブレラとあのコネクションを持ってて、そのエブリンを監視していたっていうのがルーカスなんだ。なるほどな、ルーカスもバチバチの悪者なんだね。じゃあ殺そう。んー、アイテムこれ邪魔なんで預けます、いらない、一応セーブしとくか。めっちゃ触りてんだけど、まあいいや。押していい？押しちゃいます。あ違う、押せないんだ、鍵か、なるほどな。なんだこれ、明らかなんかあるよね。アンティークコインだ、これは何？スタピライザー、スタピライザー今回さ先にさ使っていこうかなって思うんだけど、どう思います皆さん。あと思ったよりこれあれか、結構長いストーリーって感じがする。扉は赤と青と、あ一つずつしかいけない感じかな。こっちから行くか、落としちゃったけど、じゃあ行くぜ行くぜ。暗視デバイスが必要、あーじゃあ今はいけねえやつだこれ。赤は？禁止がやばい。あ、えぐ。これさ、なんかキノコの菌というかさ、こういう感じの。お。おい、大丈夫か？大丈夫か？レッドフィールドか。待ってろ、鍵を探してそこから出してやるからな。レッドフィールドだ。お、エレベーターか。クリスかっこいいよな、もう声がかっこいい。僕はなんかわりかしなんていうかな、まあ地声がちょっと高めなんでね。そう、こういうなんかね、ザ・イケボって感じのね、レッドフィールドだみたいな、ちょっとしばらくイケボっぽく喋る。皆さんどうも、ふわっと元気にコンタンソふわっと元気にコンタンソ、合わなさすぎか。なんかキー、とりあえず、あーダメだな俺、え、ちょ待って、わかんないな。おいおい、あんま使いすぎちゃいけないかな。ちょっとナイフで戦ってみるか、一体だし。ダメだな、お、あぶねえ。ガードすると守れる。あ、結構頑張れる。結構ナイフでも頑張れるな。パンチ。あ、全然ナイフでも戦える、強くね、ナイフ。ちょ、お前はダメだ、お前はダメだ。モールデッド、お前はダメだ。四足歩行型、他は別に構わんけど。え、クリス強っ、フィジカルが強い、ただただフィジカルが強いんだけど、クリスの、クリスのフィジカルが強すぎて普通にびっくりしてる。パワーイズパワーって感じ。おお。
食らっちゃった。歯車、グレネード、グレネードちょっと使ってみたいね。体力どんなもん？全然体力あるよね。あ、ここに歯車って感じかな。あー、勝手に動いたけど、え、まだ何かが足りない。ここも鍵が必要ですね。ショットガンの弾ありがてえで、なんか黒い金糸とさ白い金糸は違うのかな。黒い金糸はさ、モールデッドが出てくるやつじゃん。白い禁止は何なんだろう。これは、あ、回復アンプル。どうしたらいいんだ。どっかからクランクっぽい、あ、神経グレネード。さっきから敵たくさんいるもんね。神経グレネードでどうにかぶっ飛ばせっていうことかな。わからん。いや、でも主人公変わるだけでなんか全然違うゲームって感じがする。クリスってあれだよね、あのバイオハザードシリーズで昔からかなり、てかクリスってずっといない？わかんない、俺あんまバイオハザードやったことないからさ。あ、あったあった、クランク、やっと見つけた。見つけるの遅すぎ。これでいいだろう。これでいいだろう。あ、敵の来た。あ、なんかでかくね？なんか違う。こいつは一体なんだ？いたいた、やばい。新型のようです。やばやば。十分注意してください。高再生能力により攻撃無効。そうだよね、今まで見たことない感じのやつ出てきたもんね。ガン出してくる。攻撃無効はやばいね。パッと鍵取って先に進め。ここでは使えない。うっそ、ガードできるか。おお、とりあえずできた。ってことは戻ればいいのか。戻れ戻れ。早く早く。怖っ。攻撃無効とかそんなん出していいんか。え、なんかさ、変異型のでかいやつじゃなくて普通になんか白い金だったね。今までさ、モールデッドって黒い禁止だったのにさ、初めて白い禁止の敵が出た。面白くなるな。大丈夫か。今助けに来たぞ。もう大丈夫だぞ。もう大丈夫だぞ。これが奴の狙いだ。俺は餌だ。あんたは罠にかかった。何？
わ。くそ、俺のマスクもフィルターを使え。早く。それじゃお前が。いや、いいんだ、どうせ助からない。そいつの言う通りだ、よく見とけよ。ルーカス、やめろ。やっ、すまない。ゼロパーになったけど大丈夫なのか。ああ平気なのか。ルーカス、高性能フィルター。うわ目が、うわもうグロすぎる。やだ俺こういうの、やなんだって。うえー、あーグロすぎる、痛いのやなんだよ。ガチグロじゃん。G じゃん。 R18G じゃんこれもう。やだー、もうこういうの嫌なんだって。なんか、ま、なんか前も言った気がするんですけど、俺あれなんですよ、絶対に許さんぞグロね。目的はあくまで確保です。絶対に許さんぞ。ああ分かってる。俺もぶっ殺す気満々だけど今。おい、やだなー俺こういうの。あのね、なんだっけ、前も言ったと思うんですけど、僕ね、グロ好きじゃないんですよ。別にね、苦手って、まあ、苦手だね。うん。なんかグロ見て吐いちゃうとか、なんかもう気分悪くなるとかそういうわけじゃないんですけど、好きじゃないんですよ。嫌いじゃないというか嫌いなんですよね、シンプルにね。見たくないのよ、痛いの。やだー、マジで。もう今日寝るときちょっとうわーってなるやつ。R18G は嫌なんだって。まあ、なんかパート的にちょうど良さそうだから一旦ここら辺で終わりにするけどさ、収録は。もうよ。産地。はい。じゃあ今回はここら辺で終わりにしましょう。ちょ、先に言っとくわ。もしかしたらこの先こんな感じのシーンが増えるような気がしないでもないので、ちょっとその時は皆さん、苦手な方はマジで視聴を控えていただければと思います。僕は苦手なんで、もう早速ちょっとやる気がちょっとうせってか、まあもう、ここら辺で終わりたいな。おかしいな、俺。このゲームを始めた時は、クリス強い、かっこいい、フィジカルが強い、パワーがある、やべ、楽しい、武器も強い、楽しいって感じだったんだけど、もう最後の最後に一気にテンション落とされたよ。もうガタ落ちだよ。やんない。やだなぁ。はい。ってなところで次回のご視聴もよろしくお願いします。もうちょっとだけ続くぞい。では、バイバイ。